1977年の高生座分かり乗降場と周囲約500メートル範囲。右が網走方面。中央左上から下のサロマ別川に注いでいるのが東高行沢。サロマ側に整備前の道道103号の踏切があり、待合室はホーム、中央横に見える。周囲は山間の田園地帯。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成構成かり上降場は、かつて、北海道ところ郡サロマ町あざちらいに存在した、日本国有鉄道有毛線の仮上降場である。有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃止された。廃止時点で、一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは、 線路の南側に存在した、電鉄機を持たない、防線駅となっていた。廃止島で仮上工場であり、無人駅となっていた。駅舎はなかったが、ホーム中央部分に高床式の待合所を有していた。ホームは中優別型にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。当地に入植した実習生が、当地付近の沢を起こして、皆で行きよう。 という意味でつけた名に由来する。2011年時点では、駅の設置場所は確認できたが、さらちとなり、何も残っていない。ありがとうございます。